徹夜明けである。馴染みの店に入ると若い娘が一人、その母親でもあるおかみはまだいないようだ。ホットケーキを注文する。というかこの店には他にメニューがない。黒と茶の2種類の色があり、黒を選ぶと半分に切られて出てきた。すぐに娘は値段を伝えてくる。すると代金は先払いのようである。それは知らなかった。慌てて払う。いつの間にか支払いシステムが変わったようだ。顔を忘れてしまったかとも思ったが、ホットケーキは大きめに切られてある。これはサービスです、そう言いながら微笑む。するとまだ覚えてくれているのだろう。いざ食べようとすると背中を叩かれた。やはり徹夜明けの会社の同僚である。違う店で一緒に食べないか。誘われるがさすがに断るしかない。彼は仲間を引き連れどこかへ行ってしまった。あー、びっくりした。隣の席にいた夫人がつぶやく。あいつを知っているのですか。なんとなく自然に声をかけてしまう。ええ、まあ。それから彼女と並んで食事を続ける。目の前はガラス張りの窓、道路に面している。そこに女装した男のような大女が現れる。隣の夫人に目くばせしてこちらを睨み、露骨に羨ましそうな表情を見せる。よくわからないが何か勘違いしているらしい。大女は逃げるように消えたのでほっとする。明るい窓辺、なんとなく幸せな気分。ほっとため息一つ。ただし黒いホットケーキをいくら食べても全く何の味もしないのだった。